はいどうも、アキです。パワポラアプリやっていきます。はい、本日はこちら、第2回ビンゴチャレンジの、お題にもなっております。こちら、果たし状ですね。こちらをクリアせよというものが、なかなか、クリアできないので、そこだけ教えていただけませんかというね、コメント欄であったり、ツイッターのリプライでかなりいただくので、こちらの方のちょっと攻略をさせていただきたいなと思います。とはいえども、まあね、本当に普段から見てくださってる方ならご存知の通り、僕はとてもミッションが下手です。はい、でもそんなミッションが下手くそな僕でも、ちょっと、工夫してあげれば勝てるよっていうね、動画になればいいなと思います。はい、この動画で誰か一人でも、クリアすることができれれば、嬉しいです。はい、で、まあ、いろいろやってみたんですが、まあ、一番簡単なのはバウンサー4枚かなと思います。というのもですね、バウンサー4枚で主人公レベルがもちろん99とかになっていると最高ですね。なので本当にビンゴチャレンジ、この果たし状だけ勝てない、できないっていう方はですね、ぜひともデッキをですね、野手もしくは投手どちらでもいいんですけれども、すべてバウンサーで埋めてあげて、そうすると主人公のバウンサーレベルも上がっていきますし、で、果たし状が来るまで一切練習しない。もう、その回は、果たし状を勝つことだけに専念してください。で、ひたすら、なるべくバウンサーレベルが上がる練習を追っていく。っていう風にやると、味方のバウンサーレベルも上がりますし、自分自身、主人公のバウンサーレベルも上がっていくと、非常に勝ちやすくなると思います。はい。まあ、できれば SR の方がいいんですけど、そうやってやって練習ひたすら追うようにすれば、R でも PR でもね、まあ、2と3っていう上がる、その幅は違うんですけれども、大丈夫かなと思います。今回は、普通にボーナス選手を作っている中で、動画途中だけね、撮っておりますので、まあ、そんなにレベルは上がっておりませんが、多分大丈夫なのではないかなと思います。まあ、あと言うとですね、ガード4枚でも勝てます。個人的にはガード2、バウンサー2ぐらいが一番勝ちやすいかなと思うんですけど、まあ、バウンサー4が一般的には勝ちやすいって言われてるそうですね。はい、で、ちょっとやりながらだと僕も下手くそなので負けちゃうかもしれないので、先に言っておきますと、果たし状の時はとにかく出す。この間の動画でね、ま、いろいろコメント欄でミッションのやり方ご指摘いただいて、ちょっと残すっていう方が、あ、これ安定するなっていうお話してたんですけど、果たし状は逆です。とにかく出す。手元に置かない。もう、目の前に見えれば、とにかく出す。これが下手くその僕流の攻略です。はい。で、危なくなったらもうボムを使う。っていうのも、もう果たし状以外ではさすがにね、ある程度ミッション、うまくなってくると、もうボム使う場面もないと思いますし、まあ、ビンゴチャレンジのためだけならね、ボムここで使わない手がないと思いますので、そういう感じですと。というわけで、それを実践してやっていきましょう。で、初手は、僕はこうやってますっていうのは、初手一気に出すっていうのもちょっとご覧ください。ちょっとこっから黙るかもしれないんですけど、とにかく出す。&初手が、だいたいね、1レーンだけ出ないこともあるんですけど、だいたいどのレーンも出るんで、こうやって出してあげれば、このどっから出てくるかなって考える時間もなく、こう、その時間をもったいなくすることもなく、だいたい勝つことができますので。はい、あとはもう、だいたい多いなっていうところにどんどん出してあげる。だいたい多いな、ここっていうところ。だいたい多いぞ、ここ。だいたい多いな、ここっていうところあるじゃないですか。今だと、ここ。ここだいたい多いな。今、右だいたい多いなっていう。右だいたい多いぞ。右だいたい多いぞ。右がだいたい多いぞ。だから右出すぞ。左もちょっと多くなってきたぞ。左も出すぞ。で、ちょっとこのクマ危ないぞ。クマ弾くぞ、一回。みたいな感じです、全体的には。あ、これ次左やばいぞ。これ、右、左やばいぞ。左、右やばいぞ。真ん中やばいぞ。真ん中やばいぞ。で、やばい。一番近いと思うところにとにかく出していく。それが僕的の、僕なりの攻略ですかね。で、どんどん出す、とにかく。はい、一応ボムなしで勝てましたね。はい、というわけで、本当に、全員バウンサーのキャラクターを連れて行ってあげて、とにかく、コツ渋いな。とにかく、なんだ。なるべく、レベルを上げるようにしてあげて、今のやり方であれば、まあ、まず負けることはないかなと思います。で、今回なんか動画にするので強がってボム使いませんでしたが、僕は普段はね、ボム使っております。はい。使うタイミングとしては、後半はどっちかというと、クマさんがいっぱい出てくるので、もうバウンサー持ってきてれば本当に楽なので、前半危ないと思った瞬間では遅いので、危なくなりそうと思ったらもう前半全然使ってあげていいと思います。そうすればもう確実にね、後半は勝てるかと思われますので、まあ、これはね、逆に下手くその僕が攻略するからこそ価値があると思っているので、難しいことは言いません。とにかく出す。バウンサーでとにかく出す。これやったらね、とりあえず僕も負けていないので、よければご参考いただければと思います。初心者の方とかもとにかく、R のバウンサーのキャラクターをいっぱい連れていってあげれば同じ攻略ができるかと思われます。はい、ご視聴ありがとうございました。
この動画が良ければぜひともグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオース。